皆さんこんにちは、ポチです。今日は私の大好きなウカのカラーベースコート0分の11ミントグリーンを1度塗りから4度塗りまで塗っていこうと思います。4回目まで塗るのは私も初めてなので楽しみです。ウカのハンドミストで爪の油分を除去したら早速始めていきます。ぜひご覧ください。それではどうぞ。それではまず1ターン目塗っていきます。ポリッシュもサラッとしていますし、筆のサイズもちょうどよくってすごく塗りやすいです。はい、左手が塗れました。ほんのりグリーンに色づきましたね。続いて右手も塗っていきます。はい、両手が塗り終わりました。速乾ですのですぐに2ターン目塗っていこうと思います。はい、2ターン目です。ここから綺麗に発色し始めます。はい、左手が塗れました。私は2度塗りの感じが一番好きです。2度塗り以降はちょっと乾くのが遅くなるので、しっかり乾かしてから次のターンに入ります。はい、3ターン目塗っていきます。ここから一気に色鮮やかになっていきます。はい、いかがでしょうか。結構印象が変わったかと思います。私はいつも2度塗りか3度塗りで終わることが多いです。はい、両手塗り終わりました。めっちゃ綺麗な色。はい、ではラスト4ターン目塗っていきます。3度塗りとも大きくは違わないかと思うんですが、4回塗るとやっぱり透け感もなくなって塗ってますっていう感じが強く出るかと思います。はい、左手塗り終わりました。めっちゃ綺麗に発色してます。はい、4回目塗れました。最後はトップコートで仕上げていきます。おすすめのトップコートはこちらです。楽天で購入しています。このトップコートで仕上げるとジェルネイルみたいな見た目になるのですごく気に入っています。はい、完成しました。いかがだったでしょうか。肌なじみのいいピンク系以外を買うのは初めてだったんですが、全然色ムラとかもなく綺麗に塗れました。この動画が参考になりましたら幸いです。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまたねー。